すぐ索敵する。素晴らしいですね。どうしたんだ。もうマッサーいけるよ、君。おめでとう。これマッサーいけますよ。おめでとう。うん。ねえ。はい、おはまれたましょう。マルセブンでございます。今回ね、プラチナの方をね、コーチングしていこうと思います。では、まずは高評価、世論、スタート。はい、やります。ショーマルセブンさん、はじめまして。いつも動画を見させていただいております。おかげさまで少しずつ強くなってきており、そろそろマッサーを視野に入れようと思っている28の男です。今回はいつも参考にさせていただいている師匠に、ぜひコーチングをお願いしたく動画を送らせていただきました。PC パッドのソロランクです。普段はフルパレ回しています。最高ランクはダイヤ4で、現在はプラチナ3からプラチナ2を行き来しています。最近はワトソンをメインで使ってます。基本的にアンチムーブをしております。今回は野良の方が、ファイトムーブも合わせてくれる方だったので、すごく助けられました。ファイトについては近距離には自信があります。その他がまだまだ足りない部分が多くある。各ムーブを含め、と思っています。マスターに行きたいと思っているので、ショーマルセブンさんには、超絶激辛コーチングで全ての荒を洗い出してほしいです。ボロボロに行ってやってください。いいでしょー。じゃ、見てきまーす。今日 PC の方ですね。で、ワットソン使ってるってことなんですけど、まずワットソンやめてください。強くないです。はい。多分、レブナントとワットソンが今、最弱キャラなんで、はい。使う必要ございません、一切。さあ、埼玉県が飛ぶ。さあ、まあ、周りは結構見てるかな。うん。さあ、ただ、完全に被ってますね、これは。2パーは来てますね。2パーですかね。うん、なんかドンマイですね。メガタのジャンプマスター。あ、ただワンパーずれてくれましたね。なので、これ奥あさりましょうね。埼玉県どこ行くんだ？うん。そこ物資ないからこっち漁った方がいいかな。さすがに。うん。あ、そこは気づいた。うん。まあ、ただこれ漁り効率悪くなっちゃうんでね。まあ、最初から美味しいところ漁るとか、ですかね。うん。さあ、ここはちょこっと漁って、周り見てる感じですね。味方クラフトしてるので、待機。またこれ気づいたらね、まあ、バッテリー、もしかセルにしてください。まあ、基本的にね、戦闘前確認しますね。あ、下来てるよ。あれ、このポジあんまり強くないから、うん。もう一個後ろの方が強いね。あ、ここだったらいいわ。うん。さあ、降りてって。ナイスナイス、ワンキル。うん、まあエイムは結構良さそうですね。うん、まあなんか前の出方もいいですね。うん、ちゃんと味方のカバーを切られるように戦ってますね。いいですね。さあ、これは味方は前行ったのでちゃんと見てついていく。さあ、くっついて動く。素晴らしい。さあ、突っ込む。うん、いいですね。味方の状況を直して動ける。さあ、ただこの手に見たたんのは良くない。うん、殴れ。うん、まあここはいいかな。うん、お、すぐ索敵する。素晴らしいですね。どうしたんだ。もうマッサーいけるよ、君。おめでとう。うん。さあ、リングを読んで確認よろしくね。あ、確認しませんと。うん、まあ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 いいでしょう。さあ、マップにピンさせてそこを目指そうかなという感じでしょうかね。うん。まあ、ムーブ自体はいいですかね。うん。まあ、ランク上げる上でね、やっぱり安定発射の方が強いですね。まあ、ただ、まあ、アーマー状況ですよね。まあ、やっぱ、キルしてアーマーが育ってきたパーティーに絡まれてしまうと、まあ、死んでしまうんでね。まあ、ここはちょっと気をつけた方がいいかなと思いますね。まあ、ただ、ポジション自体有利なんでね、まあ、アーマー差ぐらいはね、覆せますね。そうですね。まあ、こうやにやる見るのはいいですね。あと逆側ね。あ、ちゃんと警戒してますね。いいですね。マスターいけるよ、君。おめでとう。うん。で、まあ、ここはチュンチュンしていく。そうですね。まあ、ちゃんと、まあ、車線切れるように打ち合ってるから、いいですね。うん。ちょっと車線変えて、圧かけていく。いいですね。打ち合い方はめちゃくちゃいいですよ。うん。まあ、ちょっとジップラインの偏差は難しい。まあ、慣れっすね、これは。うん、まあでも抑え方はね、とてもいいと思いますよ。はい。
さあ、アンチが変わった。さあ、どうする。さあ、とりあえずピン刺していく。うん。さあ、移動の最中で、宇宙が発生。さあ、どうすんだ。まあ、とりあえずキルできそうだったね。撃ちましょう。うん、なんかちゃんと作敵もしてるしね。いいですね。最低ダイヤ4と覚えないね。ムーブしますよ、これ。これ、マッサーいきますよ。おめでとう。うん。さあ、一応アンチ取ってね。まあ、抑える感じかな。うん。さあ、ただね。上いないっすね。上いないんだったらそっち行きたいっていう思いはあるね。うん。そうですね。多分アンチもそっちによるんで、普段。いないか？うん、いないですね。やべ、いたのね。ああ、やべ、いたった、これ。上がればいいんじゃないですかね。スマークス、スマークス。まあまあまあ、いいですよ、全然。これで。これでいい。うん、ムーブ自体合ってますよ。素晴らしいね。ちゃんと下がるところもいいですね。うん、フェーズのあり方もいいですね、外側反応。そう、内側ってね、後で貼れるからね。まず外側なんですよね。まあ、パイロンの位置はね、多分片側っていうか、こういうところもいいですね。うん。ここって多分全部壊されるところなんで、全部の車線から。そういうところに置かないかな。まあ、ちょっと今回は細かい話しますけれども、ここに置いた方がいいな。まあ理由があってですね、敵がどっちから攻めてくるかって話なんですけども、こっちはね、ないんですよ。ない理由が今見てる方向、ここ。ここから車線通されるから、ここってね、いられない。まあ、居づらいかな。攻めづらい場所。相手が車線切りながら攻めてくるのって、こっち側なんですよ。なので、こっちから敵来ると踏んで、まあ、自分の今右ですね。まあ、こっちから来ても壊されづらいような位置。なんで、ここになるかなと思います。さあ、ここは一応ね、まあ、カットですね。まあ、武器は出しといていいかな。来た時撃てるように。あと、棒立ちはちょっと危ないね。あ、飛んできた。うん。まあ、今、チャオライだったんだけども、せーのでクレーバーとかと合わせられたら死んじゃうから。あと、ニチャーとかでもかなり怖いね。棒立ちは。さあ、どうする？まあ、4部隊なんでね。まあ、こっち側行くのは正解なんですけども、もう。まあ、敵が早めに来てくれるんだったら、倒してもいいかなとは思う。まあ、ただこれムーブ優先でも全然いいですね。あれ？さあ、これは圧かけて、まあ、遅延させる作戦かな。まあ、4部隊なんでね、これ魚振り行くとね、4部隊目に魚振られちゃったりするんでね、そこら辺も込みで、これは行かなくていいかなと思いますね。うん。さあ、ただここは移動選択。いいですね。いや、いないか。うん。まあ、索敵して、ちゃんとね、取れそうな家ね、取りましょうって感じですね。うん。あ、ここはフェイスね、両方の家に貼っとけばね、相手攻めづらいんで。まあ、2件キープですね。2点取りですね。まあ、向こう側のフェンスだけ貼っといてね、いますよアピールとか、すればいいんじゃないですかね。あと、侵入しづらいように。って感じですかね。まあ、俺だととりあえずフェンスだけは貼りに行くかな。逆側の家。あと、敵が来るまで屋根で守るとかね。っていうのをするかなと思います。さあ、隣。まあ、一旦隣すぐキープですね。うん。ただ、最終アンチどこが強いかっすね。ああ、難しいっすね。向こうのが強いようにも見えなくもない。うん。パイロン位置難しいっすね、なかなか。まあ、パイロン自体一番壊されるなんて一回なんですけども、まあ、多分、守るってここら辺なんですよね。で、多分、黒ここっすね。ガラス。こっちね、多分、左の、扉と、ここの扉と、あと、右の扉かな？多分撃たれちゃうんで、まあ、ガラスかなと思いますね。さあ、ここは侵入塞いでいく。うん。まあ、結構ね、見えてますね、いろいろと。敵が来たら困る方向というか。そういうところはちょっと把握されてる。まあ、ただ確認しなきゃいけないことですよね。まあ、最終アンチどっちが強いか。まあ、基本的に第5円の中心が、第6アンチの最終アンチになるんで、まあ、こっち側取っといた方がいいのか、まあ、ここら辺でいいのかっていうのはね、把握しておいた方がいいと思いますね。例えばね、この家の先、遮蔽物がないんだったら、やっぱこっち取ってた方がいいですよね。とかね、考えた方がいいかなと思います。ねえ。ええー。なるほど。さあ、ただこれ別パーですよね。アンチに来るはずなんでね、別パーが。後ろがちょっと見てた方がいいですよね。ただ一応フェイス貼るのにちょっと夢中だったから、その間に来たら結構怖い。
さあ壊れてしまった。さあとりあえず適当に張っていく。いいですね。ナイス圧力。いいですね。さあ顔出して、さあすぐにフェンスある。いいですね。さあ一応こいつは倒したいけど無理しない。まあ、向こうの射程もありますんでね。そうですね、降りなくていいですね。あ、ただ近いバンクドルを倒したいですね。まあ、できたらスモークを耐えてほしいですよね、埼玉県に。この上側にね、マップの上側に。で、射線切って手前殺すとか。さあ、シャルト。あんまり動き見せないかな。うん、あのしゃがみで出た方がいいよ。バレちゃうから。うん。細かいんだけど、これね、結構大事。ここにさ、全員置いてるとさ、孤立した敵って分かっちゃうから、敵に。出るときはしゃがみでいいっすよ。うん。打ち合い始めたら、歩くってか、立つって感じでいいんじゃないですかね。何みたい。あー、残り。さあ、とりあえずこれも前でないと今、ああ、今なんだよなー。あ、詰めてきてるね。うん。さあ、これは結構こっちは苦しいね。あ、ただ相手ちょっと遮蔽が厳しい。さあ、遮蔽取ったのは逆にこっちだ。いいですね。さあ、一応敵より有利か。さあ、ただ手前詰められると結構怖い。さあ、フラトラで撃ちたい。あ、撃て、手前のやつからだ。でかい、クリプトから倒す。倒してる。バッテリー巻いちゃっていいな。ああ、ここバッテリー巻かないとないから、もう巻いていいよ。さあ、ただスモークの中なんで、エイムアシストが効かない。あれ、エイムアシストなくても結構、エイムあってますね、意外と。まあ、スノイは、もうどうでもいいっすね。さあ、これは。あー、ドンマイですね。まあ、いいでしょう。まあ、これも細かいんだからもう。まあ、右側になんかいたじゃないですか、今。あいつの射線切りながら叩かなきゃいけないんで、これ。ここだと撃たれちゃうんで。まあ、バンガロールのノックの前とか行かなきゃいけないですね。ただ、A マシスと外れちゃう距離なんでね。多分そこら辺気をつけて、撃ってたんじゃないかなんですね。ここが多分外れてるんだよね。か、そもそも、壁に張り付くかとかじゃないですかね。まあ、もうワン。ここは結構苦しいんだけど、そもそもが。そうですね、この方なんですけどね、間違いなくマスターに行ける方だと僕は思いますけどもね、はい。まあ、あとはですね、まあ、ダイヤ隊とかのムーブでね、ちょっと頑張ってくださいって感じですね。AMG は全然ね、ダイヤ4とかで全然いいと思いますんでね。マスターでできると思いますけどね、はい。じゃ、今日の動画は以上でございますので、意見や質問がございましたらコメント欄ください。あとね、コーチングライブは画面に書いてあることをしっかりと読んでから送ってきてください。じゃ、お疲れ様です。登録